じゃあ取っていきますね、はい、ではコース名とお名前お願いします。トップネイリストコースの鳥谷優美です。はい、ありがとうございます、はい、現在、目指している検定は何でしょうか。ネイリスト検定の2級になります。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ3級は3級は合格しました。3級 の、 その合格するにあたって頑張ったところってどんなところですか。ケアを頑張りました。実際こう、授業の様子っていうのはどんな感じでしょうか。あ、もうマンツーマンの先生もフリーレッスンの先生もとても教え方が上手で、すぐ実践したらすごい褒めてくれたり、ね、ダメなとこはもうすぐこうしたがいいよって言ってくれたんで、もうその通りにして合格しました、はい、ありがとうございます。ネイルを鳥谷さんが始めようときっかけしたきっかけっていうのは何でしょうか。きっかけは昔ネイリストになりたいなって思った時期があったんですけど、それを一回諦めてしまってたので、もう一回そのふとした時にネイリストになって資格を取りたいと思って、もう一度頑張ろうと思って、はい、では将来はどういったネイリストになりたいのかあれば聞かせてください。ネイリストどういったまだそんな決まってないんですけど、何でもお客様の要望に応えれるようなネイリストになれたらなと思います。はい、ありがとうございます、はい、では今日はですねゆっくり楽しんでいってください、はい、ありがとうございます。